輪島市は家屋の倒壊などにより水道の利用の予定がない場合、上下水道の閉栓を申請するよう呼びかけています。申請方法は輪島市の公式 LINE、メール、電話の3種類があります。公式 LINE の場合、公式 LINE の水道のアイコンをタップし、水道の開閉栓手続きを選んで、質問される項目をご記入ください。電話の場合は、0768-22-2220 までご連絡ください。メールの場合は、概要欄から輪島市のホームページをご確認ください。閉栓日は2024年の1月1日に遡って受付されます。閉栓の申請がない場合、上下水道料金等がかかり続けますのでご注意ください。